You and me。 さあ、今回のユミの You and me は亀戸文化センターで行われている羽亀祭りにやってきました。もう会場はすでに盛り上がっているようなので、私も早速参加してみたいと思います。羽亀祭りは亀戸文化センターが施設の利用者や周辺地域の人たちと一緒に作るお祭りイベントで、カメリアプラザをメイン会場に様々な催しが行われます。夏の恒例行事として定着し、今年で14回目の開催を迎えました。 You and me。 こちらカメリアプラザ1階ではカメ作家が大集合。カメをモチーフとしたグッズを販売するカメデショーが行われています。さあ、どんなカメさんに出会えるんでしょうか。ちょっと覗いてみましょうか。こんにちは。こちらではどんなものをメインに置いているんですか。今日は夏なので T シャツがメインですね。いろんな種類のカメがいますね。世界のカメを描きました。こちらではどんなものが売られているんですか。こちらでは私が全てオーブン粘土といって、オーブンで焼くと硬くなる粘土を使いまして、手作りで作ったカメの置物を売っております。新作がですね、ひまわりちゃん、夏らしくて可愛いですね。2階の大研修室ではジュニアリーダーと遊ぼうのコーナーがありました。こちらではどんな遊びができるんですか。こちらのブースでは、ブンブンゴマというブースをやっていて、自分たちで描いた絵に糸を通してブンブンゴマにしようっていうものをやっております。あと、うちは缶バッジ、うちは缶バッジは自分たちで描いた絵を缶バッジうちわにしたり、動物マスコットは軍手の指のところをマスコットにしようっていうものをやっております。2階では他にも似顔絵コーナーや手形足形スタンプコーナーなどがあり、どれも人気でした。おー、よいしょ。そして私は子どもたちと一緒にブンブンゴマ作りに挑戦しました。できた。そしてこちらはホールで発表みんなのライブ。ステージのオープニングを飾ったのは地元の和太鼓チーム水神太鼓の皆さん。続いては地域のイベントで活躍している亀戸鼓笛隊が登場。元気いっぱいの演奏を披露してくれました。こちらは亀戸文化センターの講座、ジュニアのための小包教室の皆さんが練習の成果を発表。そして都立高等商業高等学校吹奏楽部など亀戸地区の学校や団体の皆さんによるスペシャルなステージがイベントを一層盛り上げました。こちらは手工芸一日体験教室です。高等手工芸協会の皆さんを講師に、なんと13種類もの手工芸講座が行われているんです。こちらでは食器にオリジナルの作品を作っていただくということで、こちらが江東区のマスコットであることみちゃんで、はい、自分だけのカップができますね。オリジナルなのでね。上手にできてますか。目をちっちゃく描くのが難しかったです。こちらでは何が作れるんですか。アクアハーバリウムといって、自分なりの水族館を作っていただこうと思ってます。いや、涼しげに自分だけのプラネタリウムを作るという感じですね、はい、どんなハーバリウム作りたいですか。涼しい感じになるハーバリウムを作りたいです。そしてこちらは腕時計の仕組みを勉強することができる小中学生時計教室のコーナー。手工芸や腕時計の組み立てなど夏休みの宿題に役立つ催しもたくさん用意されていました。こちらワクワク屋台は亀戸子ども会連合会など
地域の皆さんによる模擬展のコーナーです。はい、普段は表でやってるんですけど、あいにくの天気なもんだから、こう中にこちらでやらせてもらってるんですけど、まあ、今日はチョコレバナナとソースせんべいとかき氷やらせてもらってるんです。各100円で販売させてもらってます。まあ、それ毎回参加させてもらってるんですけど、いろんなこうイベントにやってるんですけど、子どもたち楽しんでもらうので我々もやってるんですけどね、You and me。今日はお祭りに来てみてどうですか？楽しかったです。何一番楽しかった？亀とか見るの。チョコバナナはどうですか？おいしいです。いろんなこう想像ね、するあの心とかをこう一緒にあの地域の方に育てていただいて、あの本当にありがたいです。たくさんの内容で盛り上がった羽根亀祭り、子供から大人まで楽しめる、そんなお祭りでした。またいろいろなところに亀があしらわれていたりなどと、このお祭りならではですよね。皆さんにとって楽しい夏の思い出となったのではないでしょうか。内容盛りだくさんの羽根亀祭り、大人も子供も一緒になってイベントを盛り上げ楽しんでいるのが印象的でした。地域への愛着を感じる亀戸ならではのイベントでしたね。